はい、どうも皆さんこんにちは、ナムです。今回なんですけども、ラジン38で行われました萩原恭平 vs 鈴木千代の試合について感想を言っていきたいと思います。試合結果はですね、2ラウンドで鈴木千代選手が一本勝ちでしたね。いやー、なんか会場の雰囲気的にも、まあ、おーって感じだったんですけど、なんか結構冷めるの早かったなーって感じで、まあ、この試合を見て率直な感想を言うと、まず、萩原選手弱いなって思いましたね。で、その次に萩原選手打撃が結構、まあ、前回よりもちょっとまあ、ある程度のレベルは高いんだなっていう、この2つですね。萩原選手の弱さと打撃のレベルの高さで、対して鈴木千代選手はなんかこう、まあ、MMA ファイターだなっていう感じでしたよね。戦い方的に、まあ、いい試合でしたっていう感じですかね。なん本当にね、なんとも言えない。萩原選手のカーフキックも良かったし、こう打撃の距離感も結構萩原選手の距離感って感じでしたね。鈴木選手が、なんていうんですかね、フック気味のパンチやっぱ多いんで、なんかストレート系を打つ萩原選手に対して若干遠い間合いなんですよね。で、蹴りの間合いも、なんか身長同じぐらいなんですけどね、なんか萩原選手の方がやっぱ踏み込みの差とかもあるのかちょっと遠くて、萩原選手は自分の距離で戦えてて、で、カーフキックもすごい当てれてて、まあ、鈴木選手にあれだけできるっていうのは結構すごいなと思いますね。で、まあ、カーフキック効かされて鈴木選手がタックル行って寝技に持ち込んだっていう感じで、まあ、4つ組だったりとか、鈴木選手がタックルで脇刺すじゃないですか。その時の萩原選手の対応力っていうのがめちゃめちゃ雑っていう感じでしたね。結構スクランブル、グラウンドの展開のスクランブルとかもなんかこうパッとしないなとかだったりとか、なんかやっぱこうタックル取られないでしょって思ってんのか、そこの対策を全然してないような動きでしたね。で、2ラウンド目行って、まあ、結構まあ、組み力結構疲れたりするんで、力使ったりすると。で、フロントチョークとかも仕掛けたんで、その時の、まあ、腕の乳酸とか溜まって、手も出なくて、まあ、その、ここぞっていうタイミングで、寝技の展開、ガードできなくて、一本取られちゃったっていう感じですかね。でも逆に、鈴木選手にあれだけカーフ当てたり、打撃の距離感作れるっていうのは、やっぱ、レベルは高いなと思いました、萩原選手の。だけど、やっぱ MMA の試合なんで、そこでね、しっかりこう、鈴木選手が無理に、というか意地出さずに打撃に行くんじゃなくて、しっかりカーフ効かされて、足がなくなる前にタックル取って、一本取り切ろうっていう、その転換、その、なんていうんですかね、こう、組み立てし直しをして、実行できて一本取るっていう、その MMA 力の高さっていうのは見れたかなっていう感じですね。だから次は、またこう、本物の MMA の選手、中堅層とか、トップ層とやってるところをちょっと見たいなと思いました。ということで、お疲れ様です。